こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日は出世上カレーを食べてみたいと思います。出世上と呼ばれる浜松城にちなんだカレーということで、徳川家康公顕彰400年記念事業の一環として、発売されているカレーのようです。8種の野菜、5種の果物、さらに家康公の好物だった八丁味噌が隠し味ということで、どんな味なのか楽しみです。では準備します。出世上カレーが出来上がりました。ではいただきます。食べる前に紹介したように八丁味噌が隠し味ということで、適度に、ほのかに味噌の香りがします。美味しいです。具材はたけのことチキンとじゃがいもがメインになっています。たけのこの、シャキシャキとした食感も、オリジナリティがあって、いいと思います、8種の野菜と5種の果物が入っているということで、書いてあったんですけど、実際食べてみると、たけのこ、じゃがいも、鶏肉以外は、溶け込んであるみたいですね。ですから、味わいはとても深いものがあります。完食しました。ごちそうさまでした。食べ終えて、一番強く印象に残っているのがタケノコです。分かりやすく言うと、タケノコカレーといった趣のカレーだと思います。食感が楽しめました。家康公にちなんで、その大出世、浜松城、出世城、カレーということで、開運、昇福ともあるんですけど、来年の春、受験される、現在、勉強の方を頑張ってらっしゃる皆さんが、思いを込めて、お召し上がりになられるといいんじゃないかなと、そんな、楽しいカレーです。はい。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。